修学旅行の引率の先生発表する元駅員の先生。はい、それでは修学旅行のね、引率の先生、ちょっとお知らせしたいと思います。あ、なんだ井上、そんな喜んで。なんか誰がいいとかあんのかないよな、うん、誰だっていいよな、うん、はい、じゃあ1組から発表します。はい、まずこのクラスは、私、たくあんと、あと斉藤先生、あとジムの毛ヶ沢先生が引率になります。え、毛ヶ沢先生知らないじゃないよ。ジムでいつもお世話になってんだろ。知らない、はい、バカ野郎。毛ヶ沢先生、はい、じゃあ毛ヶ沢先生お願いします。すいませんね、はい、修学旅行でバスガイドさんの仕事をやってしまう元駅員の先生。本日たくあんバスご利用いただきまして誠にありがとうございます。演説は瀬戸さんで、5つ、私、たくあん、斉藤先生、毛ヶ沢先生で、出発させていただきます。私が吾妻さん、ガイドの方が、井上さんとなっておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。皆さん、シートベルトの着用ご協力をお願いいたします。出発、本日8時ちょうどでございます。次、サービスエリア到着が9時45分となっております。皆さん、車内ではなるべく静かにお願いいたします。レクなどある際は皆さん楽しんでください。それではまもなく出発いたします。シートベルトの着用をお願いいたします。